島妙栄寺ホールへ、本当はオリーナスホールだったんですけど、はい、お忙しい最中、まだ暑いですね。けどもうだいぶ日も落ちてきまして、少しこの辺も影になってきたので、少し過ごしやすくなってきたかと思います。お忙しい中、足をお運びいただきまして、誠にありがとうございます。高橋正樹一座でございます。どうぞよろしくお願いします。高橋正樹一座、昨日の福岡公演に続きまして、今日は八女福島にやってまいりました。どうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ最初に、この一座の、はい、役者さんたちをご紹介したいと思います。サックス、緒方雄一。ピアノ、小森陽子。ベース、丹羽はじめ。ドラムス、上村圭一郎。座長を務めますサックス高橋正樹でお届けします。よろしくお願いします。実はですね、多分チラシとあれ名前違うじゃないのみたいなことだと思うんです。実はですね、これもその新型コロナウイルス拡大防止の一環でですね、実はメンバーが変更となりました。本当はですね、サックスは遠藤理智さんという方で、ドラムの方は三井和樹さんって方に長崎から来ていただく予定となっておりました。けどお二人ともですね、それなりにちょっと責任ある立場で、まかり間違っても移ったりですね、そのいろいろはい、いやそんなことないですよ。県外移動を伴う移動がちょっとできない、こっそりでもちょっとやったらまずい人たちなものでですね、メンバー、ミュージシャンと相談の結果ですね、ちょっと代役を立てましょうということだったんですが、実はですね、代役を立てた人たちはもっとすごかったというですね、実はそういうオチなんですね、今回。なので私が尊敬するサックスの緒方雄一さん、それとですね、もう全国を股にかけてですね、活躍するドラマ上村圭一郎さんにですね、こう無料承知でですね、今回お願いをさせていただき、心よくお引き受けでしたいただいた次第でございます。どうもありがとうございます。今日のメンバー本当に普通ではですね、お引き受けいただけないような方々がですね、全部この2ヶ月で仕事が全部止まってしまったんですね。もう皆さんちょっと暇こいてるみたいな状態だったんでですね、もう喜んでみたいな部分も一方であったりしましてですね、このような豪華な編成が実は実現したということで、はい、今日の会場も限定60名、3密を避け、ソーシャルディスタンスを保ちながらですね、こっそり開催するというシステムでございますので、皆さん手洗いました？ちゃんと消毒していただけましたでしょうか？はい、マスクしてくださいね。マスクないよっていう人たちは、あちらに入り口にマスクご準備させていただいておりますのでですね、ちょっと少しでも少し、ご配慮いただきながら、夕方のですね、ジャズのひとときをお楽しみいただければというふうに思っております。はい、1曲目、It Don't Mean a Thing というジャズのスタンダードナンバーをデューク・エリントンという人が作った、曲をお届けしました。では2曲目です。2曲目はですね、ビタースイートサンバという曲をお届けします。まあ、それを言うと何のこっちゃという気がしますけれども、はい、オールナイトニッポンっていう深夜番組、ご覧、昔私若い時聞いてたよみたいな人いらっしゃいます？聞いてたっていう人、あ、まあそれね、いらっしゃいますよね。もう長寿番組ですからね。はい、それのテーマ曲です。ビタースイートサンバっていう曲なんですけど、それを高橋正樹一座風にアレンジしてお届けしたいと思います。
Thank you.
オールナイト日本のテーマお届けしました。ビタースイートサンバでした。はい。ね、いや、こんなに最初から飛ばしてて大丈夫ですか。あの2ヶ月ぐらい叩けんかったからだいぶ鬱憤が溜まっとられるようですね。いや、本当に。本当ですよ。うん、まだ2ステージありますからね。少し運動しながら、いやいや、もう、あの、全開です。本当に初っ端から。素晴らしいです。上村健一郎。はい。あと、すいません、パーカッション手伝っていただきまして、ありがとうございました。赤い服の素敵なパーカッションの方、はい。はい。あとですね、福島、このさっき散歩してたんですけど、福島八幡宮の外にお堀がありましてね、お堀あるの、皆さんご存知なと思って、そこにいたら、僕も出演したいって、ちょっとこれが言ってましてね、わかったわかったって言って、ちょっと来てもらって、あのこの人にもあの共演していただきました。カエルさん、はい、これは何もメンバーには何も言ってなかった今日の秘密兵器の一つ失礼しました。いきなりカエル取り出してこの人何やってんだろうみたいな感じでしたね、はい、じゃあ次の曲いきましょうかね、はい、次はちょっとしっとりした曲なんですけど、枯葉という曲があります。あの元々はシャンソンの名曲ですけどですね、あのジャズではまあ、ある人がヒット飛ばしたりするとみんなこぞってですねやったり、まあ、もともと曲が良かったりするとやっぱりいろんな人が演奏で取り上げるようになって、まあ、そういう曲をスタンダードナンバーというふうに言います。今日はあのファーストステージは俗に言うスタンダードナンバーという曲からお届けしてるんですけど、その中でも極めつけな曲です。僕らジャズ研とかからそのキャリアをスタートするんですけど、まずはこの枯葉とブルースをやりなさいっていうふうに言われるような、はい、もう基本的な曲なんです。あえてこの暑い最中に枯葉なんですかそれって、季節感もなんもないじゃないですかっていうことなんですけど、あえてあの、まあ、皆さんよくご存知な曲ということでちょっと枯葉を選びました。でこれちょっとですねクイズがあります。あのメンバーもうネタ話ネタして昨日で知ってるからですね、あのなんですけれども、ジャズの曲っていうのはですね同じコード進行で別の曲を作るみたいなことがたくさんあります。あのまあ俗に言うのはそのブルースって呼ばれるものとか、アイゴトリズムって有名な曲があるんですけど、そのコード進行を借りたのでリズムチェンジと呼ばれる、はい、この曲ですね、はい、それガーシーの名曲ですけれども、そういう曲とかたくさんあります。なのでですね、僕ら結構そのアドリブの時にそういう曲のメロディーをちょっと借りたりしてですね、和歌の世界でいくと本歌取りみたいなもので、まあ、そういうのもちょっと大人のウィットみたいなね、そういうのをちょっと混ぜると、あまりやりすぎと臭いって言われるんですけど、そういうのをちょっと混ぜるのもあの僕らの音楽のその会話の中ではですね、ちょっとそういうこともやったりします。なので私はちょっと今日ですねアドリブの中にそういう曲を何曲か混ぜますので、何の曲混ぜたかなっていうのをちょっと皆さんにクイズです。後でちょっとお聞きしたいと思いますので、お楽しみいただければと思います。では枯葉。Thank you.
Thank you.
箱入り娘さんでした。
ございました。盛り上げていただきまして、はい、どうもありがとうございました。私の方が勉強になりました。はい、次はですね、はい、まだ日が落ちるにはまだ早いんですけど、あのスタンダードナンバーの中でもですね、全編で多分一番、いや、ちゃんと裏取れてないんですけどね、そのジャスラックみたいなところで、まあ、一番儲けた曲っていうんですかね、一番よくかかったという有名な曲がありましてね、スターダストっていう曲、非常に大ヒットしたそうです。なのでこれ作った人は多分ウハウハで大儲けしたと聞いております。スターダストという曲をちょっとテナ1本、テナサクス1本と、はい、リズムセッションのカルテットでお届けしたいと思います。Okay.
Thank you.
どうもありがとうございました。高橋正樹、菊田でした。サックス、緒方雄一、ピアノ、小森陽子、ベース、三輪はじめ、そしてドラムス、上村健一郎、そしてラジオ、高橋正樹でお届けしました。ありがとうございました。はい、さっきの曲はですね、ジョン・ブラウンズ・ボディか、リパブリック参加か、ヨドバシカメラの提供、思わずヨドバシドットコムでポチッと押したくなるように刷り込まれてるですね、もう驚異的な、はい、曲ですね。ある意味恐ろしい。そうなんですよね。マイフェバリットシングスを聞くとですね、京都に行きたくなるぐらい刷り込みがされるのと同じぐらい繰り返しかかったり怖いなと思いながらも素敵な曲です。ジョン・ブラウンズ・ボディでした。どうもありがとうございました。じゃあちょっと15分ほど休憩をいただきます。喉が多分乾かれたと思いますね。今日は、何コーヒー、足立コーヒーさんに今日は特別に出店をしていただいております。たくさんコーヒーかソフトドリンク、いやコーヒーだけ、あったかいコーヒーと冷たいコーヒー両方準備していただいておりますので、ぜひぜひ、はい、足立コーヒー飲んでいただければと思います。わざわざ来ていただいているのでですね、たくさん飲んでいただかないとですね、ちょっといろいろ困ったことが起こるかもしれないので、はい、ということで15分休憩をいただきます。どうもありがとうございました。それでは休憩の時間に伝えることはもう半分高田さんに言っていただきましたので、足立コーヒーさんと、それからこの NPO はホットするジャズというシリーズと真夏の夜のジャズというシリーズがあります。真夏の夜のジャズのシリーズが、8月21日土曜日、今回は、間違いなしオリナスでやりますが、井上ゆかりさんというのも何年も来ているピアニストと、井上新平さんというフルートの方がデュオで、参ります。CD を出しましたツアーで、九州中を、そうです、はい、8月22日土曜日、土曜日、はい、18時開場、19時開演、足立コーヒーさんもまた出店予定で、はい、どうぞよろしくお願いします。世界を股にかけるこのお二人、もう私4月に単身赴任で、実は福岡勤務になったんですね、願って、はい、なんですけど東京に勤務してた時にもこのお二人たくさんライブを聴きまして、本当素晴らしいフルーティストピアニストですので、それがまさか1500円で聴けるなんて価格ねですよね。東京じゃこんな値段じゃ聴けないですよ。倍以上、3倍ぐらいします。なのでお得です。はい、ぜひご予約いただければ、メモ帳に8月22日ですね、メモしていただきたく、はい、井上新平、井上ゆかり、デュオとメモしていただければと思います。ということです。もう最後にはご挨拶しませんので、今のうちにメモしておいてください。はい、はい、どうぞよろしくお願いします。15分ほど、はい、15分、はい、5時15分にやります。急いで足立コーヒーさん、よろしくお願いします。